2020年東京オリンピックで大注目の新競技スケートボード。これはスケートボードのスーパースターたちのビデオ。街で最高に生かした自分のスタイルを見せつける。それがそのままプロリーグになった。世界最高峰の戦い、ストリートリーグ。1年かけてスケートボードの年間チャンピオンの座を競い合う。去年このトッププロの戦いに日本の若き侍が旋風を巻き起こした。堀米雄斗19歳。今年のストリートリーグはもう全部1位を狙う勢いで頑張りたいですね。今年のシーズンが開幕。初戦の舞台はアメリカ、タンパ。スーパースターたちと野心あふれる10代の有力選手との激しい戦いとなった。果たして堀米雄斗はどんなスーパープレーを見せたのか。最高に熱い戦いを追った。3月アメリカフロリダ州タンパ。スケートボードの頂点を目指す戦い、タンパプロがこの街で始まる。1994年から行われている最も歴史のあるスケートボードの国際大会だ。街の至る所にスケートパーク。小さな子供の頃から自然とスケートボードに親しんでいく。地元の人たちが殿堂と呼ぶスケートパークオブタンパ。今年も世界中から観客が詰めかけていた。年間チャンピオンをかけた長い戦いの初戦とあって、チケットは発売後すぐに完売。今年のタンパプロには85人のスケーターが参加。世界19の国と地域からやってくる。 Hey Molto、 トップ選手はもちろん、デビューしたばかりの若手も下克上を狙う。I'm excited to skate here because you know the almost the whole world top floor right here. Enjoy here, do my shit, that's it. スケートボードの選手は皆個性派ぞろい。Bam! Good morning. I'm great. I'm feeling good. I'm happy. I ate good breakfast. I feel good. I look good. Park is good. Everybody's skating good. So we're yeah, we're good too.プロの選手たちにはこのタンパプロをはじめ年間4つの大会がある。それぞれの大会の優勝者と獲得ポイントの上位合わせて8選手が年間王者を決める最終戦、スーパークラウンで戦う。誰もがその出場を目指す。タンパの会場では直前練習が始まっていた。優勝候補の筆頭は去年の年間チャンピオン、アメリカのナイジャ・ヒューストン23歳。
抜群の身体能力とテクニックを持ち合わせ、これまでに4回年間チャンピオンに輝いている。去年の王者の座を決めたスーパークラウン、ナイジャの超絶テクニック、ボードと体を複雑にコントロールしている。意味が分かんないでしょ、見てる皆さん。今年もタンパプロから幸先いいスタートを切ろうとしていた。I've been here so many years, but it's fun always getting with everyone and whatnot. The course gets a little repetitive sometimes, but it's still fun. Oh, there's nothing big enough here for me. Nothing big enough. Nothing big enough now. こちらも優勝候補の一人、アメリカのルイ・ロペス、23歳。去年のタンパプロで優勝した。ロペスは連続技の名手。去年の大会では100点満点で93点という圧倒的な得点を叩き出した。I feel like the best way for me personally is to try to squeeze in a lot of tricks and try to get the points that way. Not have fun, so like, we'll, you just gotta take it as it comes. It'd be, I'd like to win it twice, so we'll see what happens. 世界の強豪たちの中にたった一人、日本の若き侍がいた。堀米雄斗、19歳。去年ストリートリーグプロに昇格し、タンパプロには初めて出場する。世界の強豪たちに囲まれるとやや小柄。しかし堀米は優勝候補の一人として大注目されている。去年のストリートリーグ、世界最高峰のこの舞台で、堀米は絶対王者ナイジャを相手にデッドヒートを繰り広げた。堀米が大技を決めれば、すかさずナイジャも決め返す。最後までナイジャを追い詰めた。この大会は2位、別の大会でも3位となり、堀米雄斗の名を世界に知らしめた。堀米が去年飛躍できたのには訳がある。得意技の一つがこれだ。ノーリーフロントサイド270リップスライド。前足でボードを叩き空中に飛び上がる。270度回転、そのまま手すりを滑り降りる。スーパー難易度ですね。それでスムース、細かいトリックもできるし大きいトリックもできるし、まあ本当の意味でオールラウンド。今年のシーズンを迎えた堀米の滑りを見て、早川さんは驚いたという。足のブレ一切ないし、スピードが落ちることもないし、練習相当やったんだろうなって感じられるところが、僕はかなり成長したんだなと思いますね。タンパプロから出れてるんで、今年のストリートリーグはもうやっぱ去年よりももっとやっぱ気合い入れて、4回ぐらいコンテストあると思うんですけど、全部1位を狙う勢いで頑張りたいですね。しかしこのタンパプロには堀米の他にも多くの若手選手がひしめいている。ストリートリーグの他の大会は出場者30人ほどなのに対し、タンパプロの予選には
80人ほどが出場する。皆上位に進出し、他の3つの大会やスーパークラウンへの出場資格を狙っていた。堀米と同じ10代の有力選手も数多く集まっていた。アマチュアの大会で数年前から競い合ってきたライバルだ。堀米より2歳年下のジャガー・イートン、17歳。5歳でスケートボードを始めたジャガーは、父から英才教育を受けたエリートだ。うおう。父が経営するスケートパークが彼の練習場所。11歳で X ゲームズに出場、最年少記録となる。4年前のタンパアマでは堀米を破って優勝した因縁あるライバルだ。I'm an all-terrain skateboarder, so I skate street, I skate rails, I skate mega ramp, I skate everything. I mean, I'll skate with more on the side of speed. You know, that's what I like to do. I like going fast and I like skating fast, and to me, that's what it's all about. 堀米と同い年、ザイオン・ライト、19歳。堀米のアマチュア時代からのライバルだ。彼の持ち味は、このスピード感あふれる滑りと、このビッグエア。抜群の身体能力を持っている。どうやらこの男、去年大活躍した堀米を意識しているようだ。 What do I think about him? Dude, he's amazing. We're both the same age. You know, we've both been doing it, I would say, around the same amount of time. A person like Yuto, you know, come out likeBe brought into the scene and then like really show everyone that gives you an opportunity to help yourself too. Why not? シーズン初戦、タンパプロ開幕。スケートボードを愛する目の肥えたファンが集まっていた。Who do you think the championship? Who gonna be winning? Yeah. I don't know. Luis Lopez.Just maybe Ram. Ram, yeah. How about you? Can I get Houston? I like doing grinds. So, he does a lot of grinds. Yeah. Horigome も You know about the Japanese skater Yuto Horigome? Oh, yeah. He's good. Oh, he was fantastic. He was a lot of fun to watch yesterday, actually. He did really, really well. Thank you. Oh, you know who else I love? Yuto. Yuto Horigome. Yeah, I love that guy, man. He might win today. I think he could take that. I'm really hyped on him. I'm pumped for him. Yeah, I love Yuto. Yeah. Welcome, everybody, to the skate park of Tampa. It's the 2018 Tampa Pro. 予選が始まった。タンパプロはランで競われる。会場には街中と同じような障害物が置かれている。手すり、階段、縁石、一本のランは60秒。通常8つから10の技を繰り出す。100点満点で予選では2本滑り、高い方の得点で競う。採点のポイントは3つ。スピード、技の難易度、コース全体を使っているかどうか。 Certain tricksCertain tricks are harder than others, so you gotta judge those higher. But pretty simple, to be honest. It's important to actually skate. The more of the course you skate, the better, the more diverse you are, the better the score probably will be.
Just if you skate that one, if you skate one obstacle the entire time, you probably won't get that good of a score. 予選79人のうち準決勝に進めるのは上位28人。予選突破の目安はおよそ70点だ。Whoa! 今年のタンパプロで注目されるのは堀米と同じ10代の活躍。ザイオンライトの予選1本目。 Mr. Zion Wright, check out the planet Jupiter is gold. 滑り出しからのビッグエア。 Oh my god.しかしここで着地ミス。ここでも失敗。60.67 点数が伸びない。続いて17歳のエリートジャガー・イートン。予選1本目長いハンドレールを使って会場が湧く。利き足ではない左足で踏み切り、ボードの先端で縁石を滑る。軽快に技を重ねていく。難しい斜面でも技を決め、そのまま手すりへ。そして次の斜面へ。斜面でボードを回し、その勢いを使ってそのまま手すりへ。これも利き足ではない左足で踏み切り、レールを滑り降りる。こちらはボードを回しながら体を半回転させた。もう本当構成がうまい、ルーティンの組み方がうまい、トータルバランスとしてすごく構成がうまくできてて、かつ一個一個の難易度も非常に高いので 84.33。 この時点でトップに立った。17歳のルーキーの活躍に会場が沸く。ベテラン勢も負けてはいない。プエルトリコのマニー・サンティアゴ32歳。コンテストシーンにおいてはかなりおっさんですね。だいぶベテラン入ってて、キャラクター的にはもうすごいいいですよね。笑顔全開でナイスキャラだと思います。マニー・サンディアゴ、タンパハムアナウンサーとブート、ヤマニー、フロントシャフバック5、テイクダッティング。ワオ。マニーが得意とするのは回転技、とにかくボードを回しまくる。Ooh, there we go. Dude, I like the way. Two parts. Boom! 大歓声。よく見るとボードが縦と横にそれぞれ回転している。さらにこの技。It doesn't matter. Let's not tell him. Just keep going.
ボードを縦横それぞれ360度、前足のかかとで回転させている。会場は大歓声。We'll see. Score is in 85.33. 85.33. 笑顔のマーニーがトップに立った。次々に高得点が出る中、ついに堀米が登場。From Tokyo, Japan, potential future gold medalist, definitely skating in the Olympics, Yuto Horigome, skating in his first ever Tampa Pro. もはや優勝候補の扱い。その一本目、レール。Ah, that was cool. That was very rad. 遠赤。スピードをつけて。レールを滑り降りる。斜面を使って大技を決める。わお、ここで堀米の得意技。Nollie 180 switch feeble back to reg. That's a Nollie 180. That's a Nollie Cole, right? That's a Nollie Cole grind. ミスはない。I caught a Cole grind.Thanks, Paul. Yeah, my pleasure. Oh, すげえ。 Dude, he's doing it. Yeah, this is he's it. He's doing it. What a champ. And that is time right there for Yuto Horigome with a perfect first run. Perfection. Yes. 会場が沸いた。会心の滑り。なんと88点、トップに立った。この滑りに早川さんも驚いた。もうこのレベルになると一個一個のレベルがすごい高い難易度の技をやってるんで、全部乗るっていうことにすごく意味があって、もう一個でも乗ればどんどん順位が変わっていっちゃうぐらいのトリックの連発っていう感じですね。これだけ難易度の高い技を一つもしくじることなく決めた。驚きの滑りだ。1本目でとにかく固める。でもしそれでミスったり点数低かったら2本目で少し変えて点数狙うっていう感じだと思います。優斗の中で相当自信のある絶対乗れるっていうのだけでガチガチに固いラインですね。この堀米のハイパフォーマンスを10代の選手たちが称えた。予選の結果は1位が堀米、2位がマニー・サンティアゴ、3位が17歳のエリートジャガー・イートンだった。 And the number one qualifier of the day, Yuto Horigome. He's going to the final. 堀米とベテラン32歳のマニーが準決勝をパスし決勝に進むことになった。予選の堀米の滑りを見てマニーは、Yuto special. He's very special. He's very focused, very disciplined. Has a very good style, good bag of tricks. I mean, he's this generation's future of skating. So I'm just proud I'm able to skate alongside him and watch him develop and grow as a skater. It's honestly it's special to watch. いやすごいことだと思います。なんかすごすぎちゃって予選1位最高得点。もうちょっとこんな奇跡が起きていいのかっていうぐらいすごいことですね。
期待はしてたけど本当かよっていうところですね。年に一度のお祭り、タンパプロに街は大いに盛り上がる。明日は誰が頭角を現すのか。夜遅くまで話は尽きない。大会2日目、まず準決勝。決勝に進めるのは34人中10人。熾烈な争いになっていく。決勝進出を決めた堀米も準決勝を見守る。とここで思わぬハプニング。優勝の最有力候補、絶対王者ナイジャ・ヒューストン、直前の練習で足を負傷し棄権することになった。さらに波乱は続く。去年のスケーター・オブ・ザ・イヤー、アメリカのジェイミー・フォイ、スタート直後にミス。その後もミスが続いた。まさかの準決勝敗退。Speaking of Sodies, Deshaun Jordan on run number one. 優勝候補と目された強豪が堀米の目の前で次々と消えていく。 Tampa Pro first place by 3 points. Heavy lead. That's big time. Welcome to the pros, Jagger. 決勝に進んだのはこの12人。10代の堀米、ジャガー、ザイオンが揃って進出。優勝候補のルイ・ロペスやベテランのマニーたちと争う。準決勝までの最高得点は堀米の88点。優勝を狙う選手たちの目安となる。決勝を前に会場の盛り上がりは最高潮に。I'd like to see Jagger. Jagger? Yeah. Luis Lopez? Luis Lopez. Luis Lopez? Okay. I love this style. And I love this text. Yuto, I think he's in first, right? Just looks so calm under pressure. He's got it. I think he can be taking it home. 決勝は1分のランを3本滑り、その最高点で競う。予選を1位通過の堀米は最後に登場する。誰が勝ってもおかしくない。決勝で勝つにはミスがないっていうのは、ノーミスでルーティーンを終わるっていうのはもう絶対条件になってきてますよね。ノーミスが当たり前っていうのを考えると、自分の中でその必殺技的なのがないと勝てないっていう感じになっちゃうんですよ。そこまでやんないと勝てないのがタンパプロだと思います。 It's Tampa Pro 2018 presented by Monster Energy. This is the 24th annual Tampa Pro Finals. We are about to kick this off. 去年のタンパプロ王者、アメリカのルイ・ロペス。High speed Smith grind to start it off. Back Smith around the corner. Nice front side flip over the rail. 得意の連続技で高得点を狙う。Dude, twisty hips. Front feeble, 180 out the hard way. Yeah, robo lower back.
Yes! ひねりを加えた連続技。しかしここでミス。80点には届かなかった。予選3位エリートジャガー・イートン17歳、虎視眈々と優勝を狙いに行った。 He's here, he's ready to rip, he's been killing it. Let's do it, Jagger. He really has been ripping. Look at that. That was sick, man. Switch nose grind.リズムよく難易度の高い技を確実に決めてくる。 Yes. またも利き足の反対の足で飛ぶスイッチスタンス。背中からレールに飛び乗る。Oh, there you go. Kickflip back lip on the A-frame.He saw it, was like, hey, I can do that too. It's like a ninja kick out of that blunt. Wow, dude. これもスイッチスタンス。わお、完璧なフロントサイドフリップ。ノーミスで滑り切った。And that right there is time for Jagger Eaton with a perfect run. Woo! Gonna end up.Scores in 87. Jagger Eaton in first place. 一本目で87点を叩き出した。最初にやっぱこう長いレールでスタイルを出してさらっと持ってきたのが結構おしゃれだなっていう。今日の自分のベストはこれっていう。勝つためのスケートボードができるっていう。これで優勝するには87点を超えることが必須となった。 Manny Santiago from Puerto Rico. Yo, Manny! 予選2位のベテラン、僕と同い年、マニー・サンティアゴ。 Oh my God! That was awesome! 得意のボード回し、次々と成功させていく。ここで失敗。82点。首位のジャガーには届かなかった。予選ではここまでで最高得点の88点を出した堀米。しかし予選と同じ技ではジャッジの評価は低くなる。本当難易度の高い技をやっていかないといけないっていうのもあるし、人があんまりやらないようなトリックとか自分にしかないものみたいのをやっぱり見せるしかないですね。実は堀米、決勝の2日前にある技の練習に打ち込んでいた。この技は何だ？早川さんに見てもらった。堀米選手が練習しているのは何ですか？はい、ノーリーバックサイドワンエイティレイトフリップです。ノーリーバックサイドワンエイティレイトフリップ、前足で踏み込んで高く飛び、体を180度回転、踏み込んだ足でボードを回転させる。
もうスーパーすごいトリックなんで、それこそ絶対他の誰もできないし、もうこれで優勝だろっていうぐらいの一つの技ですね。あまり人がやらない技、やりにくい技っていうのがキーワードにあったと思うんですけど、90年代に流行った技なんで、それのリバイバルというか、まあ進化バージョンでトリックをチョイスしたっていうところが斬新だったなっていう。決勝、堀米の1本目。Finals, Tampa Am, Tampa Pro, from Tokyo, Japan, Yuto Horigome. Casual feeble grind. Coming in switch. Wow. Switch back to 180 nose grind. That trick is so incredible. スピーディーに技を成功させていく。Ooh, front feeble. Whoa. Junior came.You know what's crazy is he does a lot of twisty tricks like that, but he doesn't. 連続技も成功。His torso stays relatively straight. He just twists. Oh! しかしここでミス。挽回をすかさず狙う。残り時間は10秒。There we go. He seems to do that soft and casually. ここで新技。ノーリーバックサイド180レイトフリップ。惜しい。That was sick, man. Those tricks are hard. If he can stick that run, that's gonna put some pressure on everybody else. It's some pressure. If he makes it all, it's gonna be real, real tough. レイトフリップの場合は、蹴った方の足を上がってきてから叩き蹴るような感じになるので。タイミングがやっぱり遅くなるんですね。その分空中にいなきゃいけないし、何重にも難しくなるっていうのがポイントですね。途中まではうまくいった。しかし高く飛びすぎて着地のタイミングが合わなかった。堀米の得点は79点。着地のミスが響き80点台に届かなかった。1本目を終えて80点以上は4人、残るは2本。堀米と同い年のルーキー、アメリカのザイオン・ライト、2本目。ダイナミックなスケーティング。長い助走から。わあ、高い。しかし。最後の着地で失敗。 81.67。 みんな高得点を狙いに行くが、ことごとく失敗。87点という得点が重くのしかかってくる。ジャガーの2本目、さらに上の得点を狙う。ここでミス。ボードを縦と横に回す大技、着地で失敗。もう一度チャレンジ。失敗。得点を伸ばすことはできなかった。堀米の2本目、思わぬ展開となる。
一つ目の技でまさかのミス、バランスを崩してしまった。これがプレッシャーになったのか、ミスを連発。最後の新技、着地が決まらない。得点は 32.67。 残るチャンスはあと1本。難易度の高い技の連発で選手たちは神経をすり減らしていた。決勝3本目、ここまで2本失敗し、もう後がないルイ・ロペス。スピーディーに技を繰り出す。ここから連続技、成功。最後も連続技、ここで着地をミス。得点は 82.33。 全てを出し尽くした。ジャガーの3本目、87点からさらに伸ばしたい。ジャガー・イートン、 Here we go。 ミス。3本目もチャレンジしたが、ボードをキャッチできなかった。ジャガーの87点が最高点のまま、堀米が出番を迎える。堀米の3本目、この大会最後のランだ。新技のノーリーバックサイド180レイトフリップ、決められるか。And we have one skater left here in the finals, Tampa Pro, presented by Monster. Our number one qualifier from yesterday. He's coming into this run in 10th place. Last run of the finals. Put your hands together for Yuto Horigome! 最初の技は成功。2つ目のスイッチでの技も成功。そして連続技、成功。ここまでノーミス。最後の新技が決まれば優勝に手が届く。決められるか。He is on his way to some
some points. Nice.体の回転が足りず着地でミス。一番惜しかったのが3本目です。1本目より2本目より3本目が一番優斗がやりたかったランができたっていう感じですね。このランに関してはもう本当にきっちり膝も上がってるし力が板に伝わってるから、あ、もう本当にこれ最後奇跡的に乗るなって思って、最後の最後に決めて劇的に優勝すると思ったんですよ。そしたら若干あそこで回転足りなくて乗れなかったからミスっちゃったけど、あ、最後乗れたらどうですか？勝ったと思います。内容と、まあ、難易度と、まあ、全てあれで乗ってたら勝ってましたね。優勝は17歳のジャガー・イートン。 So, super stoked. Yeah, I'm excited. Some people super crowns. Yeah, I was confident, but I didn't know I was going to make it out on top. Just stoked out here. Congratulations. Thank you. タンパプロには初出場の堀米雄斗は10位だった。予選のトリックより、まあ、ちょっと難しくしたらやっぱりできなくて悔しいですね。去年はスーパークラウンに、まあ、出れなかったんですけど、今年はまあ短波プロから出れてるんでポイントもちゃんと入ってるんで、スーパークラウンに向けても頑張りたいですね。世界チャンピオンの座をかけた長い戦い、シーズン初戦タンパプロが終わった。世界最高峰の舞台にふさわしい激しい攻防が見る者を魅了した。東京オリンピックが近づき、レベルは飛躍的に上がっている。怪我で欠場した絶対王者ナイジャ・ヒューストンは次の大会での復活を狙う。タンパプロ連覇はならなかったルイ・ロペスは華麗な連続技で雪辱を期す。ジャガーをはじめ10代の有力選手たちは次回もスーパーパフォーマンスを見せるのか。今年世界の頂点を目指す堀米雄斗、壮大な夢への道のりは始まったばかりだ。最高に熱い戦い、ストリートリーグの激闘は続く。MLB、 エンゼルス大谷選手、ヤンキース田中投手、日本人対決に注目。 BS1 29日午前10時から生中継。 MLB は BS1。 韓国と北朝鮮、かつて敵として戦ったライバルが力を合わせ一人の選手を育てています。世代を超えた金メダルの夢、世界は東京を目指す。 BS1 29日夜8時。スポーツイノベーション。東京オリンピックに向け強化を進めるハンドボール男子日本代表、等身大の AR で解き明かすシュートの極意とは。 BS1 29日夜9時。 BS1 スペシャル。世界最大のスポーツブランドナイキがかつて直面した存続の危機、それを救ったのは日本企業の男たちでした。29日夜10時です。